平成、最後の春休みですね。私たちは、旅行に来ています。さて問題です。ここは、どこでしょうか？まだ桜と、地面しか映ってないし、さすがに、誰もわからないよ。そうね。唐突すぎたわね。私たちは今、名古屋城に来ています。春休みなので、2泊3日の名古屋旅行に来ています。名古屋城は、今、春祭りが開催中で、屋台が出ていたり、イベントが開催されていて、とても賑わっています。この日は風が強く、かなり寒い日でしたが、桜がとっても綺麗で、春の訪れを感じました。名古屋城の敷地内に入ります。観光に訪れた人で、行列になっています。立派な石垣が続いていて、とても綺麗です。あちこちに、写真撮影用のスポットが設けられていました。金のシャチホコです。間近で見るシャチホコは、想像より小さく感じました。青い空と、お城のコラボレーションが、とても美しいです。名古屋城の天守閣は、工事中のため、立ち入り禁止になっています。あら？ピントが合ってなかったわ。ちょっと、お城に被ってるわよ。では、お城の周りをぐるっと回ってみます。ここから、金のシャチホコが、二つとも見れました。ちなみに、南側がオス、北側がメスだそうです。お城を半分回ったところに、古墳の、石室、が、ありました。青空の下で、お城と桜を見ると、暴れん坊将軍を思い出しますね。とても癒されました。名古屋観光は、まだまだ続きます。次へ行ってみましょう。春は、いいですね。さて、次は、空港バッティングへ来ました。ここは、野球ファンならご存知だと思いますが、イチロー選手や、稲葉篤紀選手が、幼少の頃に通ったバッティングセンターです。では、中へ入ってみましょう。イチロー選手のパネルがありますね。先日、引退を発表されましたね。イチロー選手、本当にお疲れ様でした。バッティングセンターの中は、こんな感じです。私は、イチロー選手が、オリックスにいた時代からファンです。本当に素晴らしい選手です。稲葉選手のパネルも飾ってあります。200円で、22球、打てます。平日だったこともあり、とても空いていました。ここは、受付です。打席は、ボールの速度が選べで、85キロから120キロまであります。ここは90キロの席ですが、やはり難しそうですね。120キロの席は、普段、野球をやっている人じゃないと難しそうです。空振りが、多いです。稲葉選手のパネルがそばにあります。イケメンで癒されます。
2泊3日の旅行でしたが、あっという間に終わってしまいました。行きたい場所を回りきれず、不完全燃焼な感じです。名古屋飯も美味しいので、いつか機会があったら、また、リベンジしたいです。私を置いていくなんて、信じられないわ。旅行の日程を間違えた私が悪いんだけど。でも連絡くらい欲しいわよね。部下二類、覚えてなさい。え、何今の、怪物？ちょっと。うわあ、部下、つい、早く帰ってきて。